暮らし、普通に働く人の感覚を知る者が政治家になる必要があります。当事者実感を持った女性議員を増やさねばと思います。以前、西欧諸国の議員の育休産休、代理投票や遠隔投票、子連れ公務など育児や介護と議員活動の両立に関するルールを調べたことがあります。その内容は実に様々でしたが、一つ共通していたのは、当事者が議会の中にいて議論に参加し、そして制度を変えてきたということです。ぜひ皆さんが先進的な事例を作り、日本を刺激してください。日本社会は急激に変化することを嫌います。だから私は仲間を作ってじわじわ変える、これが現状打開するポイントになると思っています。一人でこれはおかしいよと言っていても、それは愚痴です。だけど二人で言えば意見になる、三人で言えば兆しになって、そして大勢で言えばうねりになる。自分の半径3メートル以外の人を巻き込んで初めて社会課題は解決に向かうことを、私は報道記者時代の取材から学びました。どうか皆さん、私と連帯してください。うねりを作るために、それが何よりの支援になります。どうかよろしくお願いします。いつかお目にかかれるのを楽しみにしています。